今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス、略してたまりらでございます。皆さん、今週もですね、先週に引き続きまして、私が人生初、大村慎吾さんも何十年かぶりにゴルフのショートコースに出たよという回のですね、今日は後編でございます。前回は前編ですね。前回はね、1ホール目の最初をちょっとねお届けしたんですけれども、もうぐるっと時間が過ぎまして、もう全部終わった後、ショートコースやった後のこうね、気持ち、達成感、後悔、わかりませんけども、そんなところをですね、皆さんにお届けしたいと思っておりますので、早速今週もゴルフ編を皆さん聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。ということで、ショートコース始めましたでですね、1球目打ったところからぐんと時間が一気に過ぎまして、ね、過ぎました。あれ何時でしたっけね。いや、あれ11時とかですか。始めたの11時ぐらいですね。11時ぐらい、今のお時間がですね、間に昼食が入りましたが、間もなく4時になろうとしてますので、5時間、1時間食事してたとして、4時間で、4時間ショートコース、ここの準クラシックのショートコースは12ホールあって、12ホールすんなり行けば大体1時間ぐらいだと。4倍かかってますから。4回回りましたっけ。4回も回ってないです。ギリギリちゃんと1周回って、8ホール目まで行って、ランチにしましたね。ランチにしました。一番遠いところから。そうですね、一番遠いところからレストランに行きました。それがもう2時になりそうって言って、慌ててそのランチ、2時までだから。そうですね。ということは11時から行って1時半ぐらいまでは、8ホールまでやったということですね。はい、そうです。2時間半かけて2時間半かけて8ホール。いや、これまあね、トータルの数なんて言ってもですね、ショートホールは基本的にパー3と言って、3で、ちょうどいいって言ったらなんですけど、そうですね、ぐらいの短いコースなんですけど、結果的に大村慎吾さんは最後、全部だから3で12ホールで足すと36、というのがまあ通常通り、そうですね。今大村さんはですね、一桁の数字のたくさんの足し算を、計算機をわざわざ出してですね、今大村慎吾さんが自分のスコアを、僕60かな、12ホールで60、5プラス5プラス6プラス5プラス6プラス6プラス5プラス3プラス8プラス4プラス4プラス3は60。ぴったり60。ぴったり60です。36か37で回らなあかんところ60です。ということは12ホールなんですから平均5ということですよね。平均5ってことですね。60ある12がうまくできませんでしたね。今ね、今57.6とかになりました。平均5です。平均5です。で、私が人生初の、ショートコース、コースに出たということでですね、電卓いりますか。電卓がね、あっても大変です。ちょっといいですか、言っていく。いや、じゃあ言ってください。サラさん、すいません、11の私は何でしたっけ。11は11ホール目は12。最終ホールは私聞いてなかった。最終ホールはもうあれいくつになるんでしょうね。最終ホールは無限大でしたね。食べなかったもん。8を横に書けばいいじゃないですか。無限大は坂道が登れなかったもんね。なんかね、すごい言ったらラフと言って、その芝が伸び伸びのところ、伸び伸びのところ、もう探検隊かのように、1、2、3、4、5、6、7、8、9。いや、でも12は行ってますよね。あの草のところすごかったですよね。草のところはもうね、空振りなのか素振りなのか、もう素振りにしようってよかったですね、それね。もう全英オープンぐらいのラフでしたよね。まあすごい、オーガスタみたいな。本当にね、その芝の何ですか、葉っぱが長い。長い。だってあれですよね、芝刈りしてたって。そうです、趣味芝刈りです。はい、だから、まあ、例えば12だとしてですね。はい、例えば12だとして、ね、じゃあ行きましょうか。いいですか、足していただいて、
8+8+12+5+5+5いってるやん。はい。で8+7+6+13+13+6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 
6+5+12+10 すげえ102 102いや、いいんじゃないか。102です。105ですね。100超えました。100超えました。だって私あの何フルコースっていうのフルコースラウンド、ラウンド250行ったことある。250いや、まあでも長いし、そうですよ、ね、あと6ホールやりますからね。250ってか200だから102割る112ですね。だから12平均で 8.5。 あ、そこそこいいじゃないですか。視力で言ったらだいぶいい、だいぶいいです。アフリカ人ぐらいですよ。 8.5 です。アフリカ人視力そこだいぶ遠くまで見えます。これアベレージで言うと30キロ先まで見えます、ね、遠くのシマウマが見える、ね、見えるぐらいですね。ヌーとか、うん、ヌーとシマウマの区別つきますね、うん。いやでもね、これ皆さんも、まあ、ゴルフをやったことある方は初めてコースに出た日のことをぜひ思い出していただいて。収録中ですか？収録中ですよ。でもうちさんはね、うん、幸せもんです。おじさん幸せもんだ。いや幸せもんです。デビューがこれなんだ。デビューがこの回はラッキーです。いやラッキー、うん、ラッキーラッキーラッキーガール、あ、ボーイですか。ラッキーガールですよ、あれ。中山美穂さんですよね。いや、もう本当ね、デビューが楽しければ楽しいゴルフ。で、あの、私、そのね、長い時間、4時間かけて、あの、12ホールを回って、平均 8.5 を叩くですね、トータル102の私の感想は、めちゃくちゃ楽しいなんです、これで。うん、102叩いても。だから皆さん、やっぱりゴルフというのはね、なんでお前さん、自分で自撮りしてるんだよな。無言でこのいっぱい重ねていかなダメでしょ。そうそう、あの、はい、映像撮ってないと映像今ね音声だけだから、はいはい、いやこれはねだからアズってなんですか。ずいぶん前に小倉さんがねいきなり生って言ったことあるんですよ収録中に。いやだからね本当に、まあ、ゴルフに限らずかもしれないですけど、大人になって初めて今までやったことないことを経験するということによって、新たなその人生のまたこう1ページというんですかね、うん、一つのレールがまた動き出した私の記念の今日は日でありますので。もうレールってあんまり動かないと思うんですね。レールって動きますか？動かないですね。レールが動いたら上に乗ってる電車どうしたらいいかと思いますよね。舞い上がりすぎですね。レールは動かないと思いますね。でも今日で最後ですかね、ゴルフ。ええ、最初で最後最初で最後の、あの皆さん、ね、さっき足していった時に、ね、5っていう数字、5あれ間違いですよね。いやいや間違いじゃないです。カウンター一周しました。あれね、ええ、驚かれた方もいるかもしれないですけどね、一、ええ、回だけすごいいいのありましたよね。一、うん、打目が、一、ね、打目がの、グリーンに乗る。あれはやっぱりね、この102打の中ででも、うん、やっぱ印象的に残りますね、あれ私の中で、うん。レールが動いたね、あの時。そうです、ええ、レールが動くこともありますね。ありましたあの時は。いや大村慎吾さん、でもどうですか、ええ、この準クラシックのショートコースはもちろん初めてでございましたけれども、はいええはい、こんなにね面白いショートコースっていうのはないんじゃないですか、うん、というと僕はそんなに、ね、ゴルフやったことないんですけど、はいはい、あのショートコースであんなに池を越えるとか、ね、谷を越えるっていうのがな、あの、あんなに連続してあるところっていうのは珍しいと思います、うん、そして、はい、あのフェアウェイが狭いんですよ、うん、狭いですね。あのな、戦略的にコースレイアウトがされてるっていうんですかね、うん、なるほど。ただただ短くしたわけじゃないよじゃないです。だから中途半端な、例えば90ヤードのホールとかあるんですけど、うん、乗せる持っていくフェアウェイがほぼなかったりとか、うん、はい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 、そうですね、綺麗にグリーン乗らないと大変よ、はい、大変よっていうのがあるので、うん、これはねスコアメイクがかなり難しい。そうそう、だからこれは単なるそのショートコースというよりかは本当にプロ仕様のね、もういや非常に面白い、面白かったですね。何が面白いって吊り橋がありましたね、吊り橋。なんだかんだかんだの大会の、はい、なんだかんだかんだかんだの大会、なんだかんだかんだの大会とか、マスターズ、マスターズの前の3ホール
パースリーコース。パースリーコースを、はい、パロッテ、パロッテっていうか、パロッテ。再現した。再現したね。再現までいかないけど、でもそんな、パースリーコースが。そういう、そういうのがあってもいいなというふうに、あのオーナーが感じられて。で、それを。ブリティッシュ系ですよ。はい。ブリティッシュですか。あれマスターズ、アメリカですよね。あのラジオでテヘペロを叩いても全く分かりませんからね。テヘペロ、テヘペロじゃないですね。え、イギリスでやるやつは何だ。全英じゃないですか。全英です。全英ってそのままですよね。そのままですよね。全米か全英かですよね。マスターズは米、マスターズはあのからしです。え、マスターズ、マスターズ、はい、それはマスター。あのほらイギリスのさ、はい、この稲みたいな中でやるやつは何ですか。全英オープンです。ポーンってなりましたね。全英オープンですよね。あれ稲みたいなやつね。ダフが深くて、そうそうそう、あの砂漠も、そうそうそう、深い砂漠もね。砂漠、バンカーですね。バンカー、砂漠。だから自然の地形そのまま使うのが元々のゴルフ。あ、そうなんですか。風も強いわ、もう天候も変わるわで大変でしょう。全英オープンは1、2回で出させてもらったことありますけど。何役で出たんですかそれ。途中で踊るおじさん。夢夢です。いやでも本当に、まあ始めてまだ1ヶ月も経たないぐらいですけど、これは面白いぞっていう、やっぱり予感が、いや予感どころかもうだいぶ楽しい。予感じゃないですか。予感してる。だいぶ熱出てます。もう本当にいい経験をさせていただいて、こんないい条件でね、ラジオの方にはほぼ伝わっていないと思いますけれども、このおしゃべりしてるこの高揚感だけでもお届けできればということで、今回はタマリラのゴルフショートコースに出たよスペシャルってことですか。そうです。まあね、ショートコースって言ってもあのやっぱ普通のショートコースじゃないっていうことをここでさらに強調しておきたいね。なんで僕としては。なんでさらに強調するんですか。いやだって、あの本コースが隣にあってですよ、はいはい、で本コースの施設が今ね、そこの中のレストランでお話しさせていただいているわけですよ。そうです、そうです、そうです。ショートコースにこんなんないよ。あ、そうなんですか。ないです、ないです。フラーッと言ってチョン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 ってチュンチュンチュンですよ。チュンチュンチュンじゃない、チョンチョンチョンです、はい、それですから、レストランとかもないし、ここ2つレストランありますからね、なんやかんや言うても。なんやかんや言ってないですけど、2つあります。焼き鳥屋も出てきますから。そうです、そうです、そうです、ありました、ランチのところ、ね、そうですよ。だからその本コースをあの楽しまれる方々、これはかなり有名な本コースですよ、うん、ジュンクラシックさんっていうのは。そうですよ、そら。そこをね、ま、曲がりしてるみたいなもんでしょ我々今。まあそうですね、ありがたいことです、ありがたいことです。だから今の時間このお店はやってるんですか。やってます。あ、じゃあ大丈夫。そうですよ。そして今オーナーも横にね。そうです、ジュンクラシックのオーナーなんですよ。そうですよ。だいぶ盛りますね。盛りすぎじゃないですか。だってそんなことあります。あ、ないですよ。やったこともないような人が初めて回るコースは名門で、そこのオーナーさんがここの、はい、今喋ってる横にいるんですよ。なんやったら初めカートにカートの運転してくれはりましたから。あんなサービスないです。ないですよ、あんなサービス。それ実際やってもらおうと思ったら結構なオプション料がかかりますよ、これは。それをこう心置きなく ね心置きなくじゃない、もうやっていただいて、本当にありがたい。本当に最後の12ホールなんても芝本当長かったですよ。いやもう普段行かへんところ行ってますからこの人。あの最後の池ありますよね。池にまずは直行しました。で池のふもとの下側からね、沢田さんも落としたんですよ。で沢田さんもそっから最後の前ですね、最後の前の11のところで、沢田さんも落としたけど、沢田さんは下からやったんですけど、同じように下から行ったんですよ、あの池の池端から。じゃあすごい、沢田さんはポンと上がるじゃないですか。うちさんはどこ行った、思うように上がらへんかったね。あれこれですね、沢田さん、ね、見てたんですけど、すごいショットしましたよね。ミラクルショットが出たんですよ、やっぱり。そのすごい上り坂になってですね、皆さん想像よりもかなり急な、そこをこうちょこちょこ打って、何十センチかずつ、ね、上がってきたんですよ。少しずつ。これもうちょっとでゴールだっていうところで、パコって打ったらね、はい、なんと真後ろに飛んでます、ね。いやあれは私も間近で見てましたけど、すごいショットでしたね。あれできないでしょう、できないですね。それ相当な逆スピンです。どうやったんでしょうかね。私にもわからないですけども。
君が有名なリアショットってやつじゃないの。リアショットの原型ですね。で、あのなんかタイガー・ウッズがやろうやろうとしてできなかったっていうリアショット、ね、あの行き過ぎちゃった時に後ろに打つっていうね、そう、それのまあ原型ですよ、私もびっくりした。それをやったんですか、やっぱり、はい、あれは取っときたかったですね。行き過ぎてなかったんですけどね。行き過ぎてなかったですね。あ、私に見せたかったんですね。いや、あれはでもあの私も想定してなかったんですね。おーってちょっとテンション上がってしまいました。でまた後ろ戻って、そうです。でもあの吉永さん不思議なというか、あの上に上げようとしない方が上がってくるんですね。そうそうね、今心理をついたんじゃないですか。いや、それこそ飛ばそうと思わない方が飛ぶし、当てようと思わない方が当たるしなんですよ。今日のが12ホール回った中で、うん、私もこういろいろ学ぼうとはしてるわけですよね。やっぱりあの一個あの和音でしたっけ、和音のことですね、和音です。あれはなかなか良かったじゃないですか、ね、だから102打ちました今日私、はい、まあ、そう推定ですけどね、102の中で1回2回あれがあってももうそれがちょっと虜になっちゃうんですね。あれをもしかなりの確率でボンボン出せるようになればなと思うと、もうこれは吉永さんも練習あるのみですよね。ポジティブな記憶をだけ残す。あ、そうですね、いいことばっかり。いいですよ。いや、これ僕ちょっと、いや、私だってあったもん、ワンオン。ここついも食い込んできたな。ワンオンあったね、たわりらの方は うん、もしかしたらね、この女の人はこれ誰だと思ってるかもしれないですけど、誰かは教えません。教えません、ね、そうですね。いや、そうです。だから本当にいい経験をさせていただいたということで、たまり屋の中のね、リスナーさんたちがどういうふうに聞いていただいたか分からないですけども、今日は4時間かけて、ショートホールの12ホール、はい、初めて回ってみたという私の、ね、はい、回でございます。本当に皆さんどのように伝わっているか分からないですけど、お付き合いどうもありがとうございました。はい、ということでですね、一体この2週間皆様に何をお届けできたのか、はっきりとわからない私でございますけれども、まあ大人になってね、今までやったことないことをですね体験するというのはなかなか貴重でありまして、その瞬間をですね皆さんにお届けすることによって何かが届けばいいなということでお届けさせていただいたわけでございます。来週からはきっと普通に戻ることになるのではないかと思いますので、皆さんどのようになるかまた来週も楽しみに、していただければと思います。ということで今週はこんな感じで、皆さん今週もお付き合いありがとうございました。それでは皆さんまた来週、さようなら。